今日もまた健やかなる夜明けを迎えることができた。ちょっこりん、みんなの祈り叶えてあげてね。感謝の。少し元気になったら解放者の伝説の再演を企画されているのかな。ちょこちょこ解料理が楽しめる食のお祭りです。いろんな料理の匂いが混ざり合ってある意味カオスですね。
時は至れり。よく来たな、解放者よ。なぜ私が解放者だと思う？彼の目がそう告げておる。我らは錬金の断りを極める者。あの男は自らの体に秘術を施し、真理を見抜く魔眼を得たのよ。それで私に何の用だ？彼の託戦を受けるがよい。解放者の進むべき道が示されるであろう。託戦？お告げのようなものか。聞くだけ聞いてみよう。何時解放者よ。我は見たり明日日の高く昇れる刻、この地で我ら再び開港せん。ホープ、あの占い師をどう思う？もったいぶった言い回しでしたが、要するにお前は明日の昼頃また来るって言っただけですよね。占いでも何でもないな。まあいい、明日の気分で決めよう。私の相手が務まるから、よし。ただ進むだけだ。闇の彼方で
花火職人が店を出す。ユスナーンで。ここらはユスナーンで一番。Thank you.
ご乗車になりますか？どうぞ。残された最後の自然か。ウィルダンです。この地は野生の聖域です。獣たちは本能のままに生き死んでいく。生と死が背中合わせに巡るこの地ではカオスの動きもひときわ活発です。ここに暮らす人々は都市部の市民とは違って救世院に従順ではありません。教団による援助を断って自給自足で暮らしているほどです。なるほどな。ここは飼いならされない者たちの。ライトさん、定められし出会いが汝をカオスのいずるところへ導く。純白の羽をまといし運命の使者の名はバルハラの天使。ライトさん、何があったんですか？声を聞いた。この地で私はバルハラの天使と会う。そう告げていた。声、誰かが呼びかけてきたんでしょうか？ああ、おそらくカオスを介してな。だがバルハラの天使とは何のことだ？手元の記録には手がかりなしです。土地の人に話を聞いてみましょう。なんだ？聞きたいことがある。
バルハラの天使という言葉に心当たりはないか。姉ちゃん、よそもんだな。このウィルダネスじゃ知らない奴はいねえよ。バルハラの天使ってのはな、純白の羽を持つと言われる幻のチョコボのあだ名さ。この世の終焉とともに現れる聖なる鳥って言われてるんだ。この地に伝わる伝説か。ああ、単なる言い伝えのはずだった。それが最近白いチョコボを見たって騒ぐ連中が出てきてな、どうも本当にいるんじゃねえかって話になってきた。だとしてもあれはギサール先生の獲物だよ。にわかもんには捕まえられっこないさ。ギサール、何者だそれは。幻のチョコボを長年追い続けてる獣医の先生さ。恐ろしく気難しい偏屈じいさんだが、天使の研究にかけちゃ間違いなくウィルダネス一の権威だね。先生はこの街道の先、カンパスファームってとこに住んでる。虫の居所が良ければ話を聞かせてくれるだろうさ。終末を告げる純白のチョコボか。救世院の正当的な教義にはない話です。辺境だけに伝わる、いわゆる迷信でしょうね。だとしても誰かが私にコンタクトしてバルハラの天使という名を伝えたのは事実だからな。その正体は確かめたい。ライトさんが望むのでしたらご自由に。今のところ手がかりは一つですね。獣医ギサール、幻のチョコボを追う老人か。カンパスファームで会えると言っていたわ。現在運行は予定通り行われています。ご乗車になりますか？